はい、こんにちは、長山です。今、Zoom でミーティングしててですね、で、Facebook 見ようと思ったら急にこのページはご利用いただけません、リンクに問題があるかページが削除された可能性がありますと表示されてログインができなくなりまして、 Zoom で録画をしようと思ったんですけど、 Zoom のログインも Facebook のアカウントでログインしてたので、 Zoom で録画ができないので iPhone で撮ってますということで、ログイン情報を入れてみて入っています。アカウントのセキュリティを確保ということですね。はい、次へ。他の場所で使用していないパスワードを作成してくださいというこのなんで、ちょっと入れています。はい、上向けときますね。はい、はい、こんなふうになりました。スキップ。スキップ。はい、スキップ。完了しました。ニュースフィードに移動。はい、ということで、戻ってこれました。びっくりした。まあ、こんなことありますね。はい、Facebook。アカウント、僕以前にいいねが止まるとか、コメントが停止とか、友達申請停止とかですね、メッセージ停止とか、アカウント停止も全部食らったことあるんですけど、まあなんかしたら復活できるんで、あかんようになったなと思ったら復活してみてくださいということで、長山でした。さよなら。今日の続きです。どうもですね、アカウントが停止してたというかですね、その理由はこの投稿が何やらコミュニティ規定に違反していたということになっています。これはアメブロの文書リンクをですね貼った記事なんですけど、こういうことが起こると、今なんか Facebook がポリシーを変更したのかもしれないですね。こういうことがあるということで、もうちょっとどういうことでこうなったのか、研究というかですね、見てみたいと思います。ではでは。